ディーベナウは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州北部のカッセル郡に、属する小都市である。ディーベナウは、その北の市境が、ノルトベストファーレン州と接する、カッセル郡の北部、バールブルクベでの南東境に位置する。カッセルの北西、約25キロメートルで、西のバールブルクと東のホーフガイスマーの間にあたる。ディーベナウを、ほぼ東西にディーメル川が流れている。上流側では、 エッケル川、ディーベナウでは、ホムバフハ川、カリュ川ではバルメ川がディーメル川に合流する。それぞれ数キロメートル離れて北東には、ゾリング山地、東に、ラインハルトの森、南に、ハービヒツバルト、北西に、エッケ山地がある。ディーベナウは、北は、トレンデルブルク、東は、ホーフガイスマー、南東は、グレーベンシュタイン、南は、カルデント、ブロイナ、西と北西は、 バーブルクとボルゲントラーイヒト境を接している。自治体としてのリーベナウ氏は、中核宿のリーベナウのほか、エルゼン、グリメルスハイム、ハウエダ、ラーメルデン、ニーダーマイザー、オストハイム、ツベルゲンといった宿からなる。マテウス・メリアムの同伴画に描かれた1655年頃のリーベナウ・ラーメルデンとハウエダ近郊の採石場には、北ヘッセン最大の化石の発掘場がある。 ここでは特にノトサウルスやウミユリの化石が発掘されている。この発掘場の所有者はカッセル自然科学博物館で定期的に発掘が行われている。緩やかな丘陵と肥沃な土地を持つバーブルクベルでは非常に古い入植地である。数多くの出土品が新石器時代から継続的な定住地があったことを証明している。国境地域としての歴史も長い。 古くは、カッティ族、ケルスカー族、ザクセン族が、後には、パーダーボルン司教とヘッセンホーハクが、この肥沃な土地の所有をめぐって争った。リーベナウは1293年に、初めて文献に記録された。ヘッセンホーハクルートビヒ2世は、ヘッセンパーダーボルンフェーデの間、1465年に、リーベナウやヘッセン州のその他の地域を、軍事力で獲得した。 1945年から1949年まで、リーベナウ駅はイギリス管理区域とアメリカ管理区域との境界の駅となった。リーベナウ市議会は23議席からなる。リーベナウの市長はベーター・ランゲである。リーベナウは1991年に同盟の自治体と相互姉妹都市協定を結んだ。ありがとうございます。